あのー、言ってなてなない、はいいつぶやさらにです<う>1993年、はい、ドーハの悲劇の年に始まった J リーグの原点、はい、実は J リーグはドイツのサッカー文化を、あのー、参考にしてるそうでしブンデスリーガーを参考にして実は始まったんですええそれは知らなかったです なんかこう奇跡っていうか集大成みたいなそうですね日本の作もレベルアップしたんだなっていうのがね,ねそういう意味でですね,ね私昨日つぶやいたわけでございます,、うん、すいで、まあ奇跡が起きたわけですが、はい、皆さんからも結構奇跡の写真がたくさん送られてきましたね、うん、こういう引き出しの整理中振り返ったらちゃっかり入っていた可愛 <laughs> <laughs> いい奇跡 <laughs> <に>、えーえー、そして下、はい、2019年7月11日、はい、これすごいよ 滝桜に雪が降り積もって雪桜になったっそれがなかなか見られないですかなかなか見られないのはこれはたまに見られるんだけど、はい、これつるし雲ってやつですね、はい、福島で結構よく見られるんですがこれみたいいな雲、えー、もの面白い形そう風が渦巻いてできる雲ですね。はい、そしてこれ水が目指流星群はい 猪苗代湖、これす、ほら、すごいでしょ。うわあ、すごい長い。亀丸にですね、向けて流れ星が流れてる。綺麗 <laughs> ですね。これだけ長いと、何かね、ココ馬バさん、あの祈り事なんか願い事かなったかもしれない、ね。長い願い事かな。<そう> <laughs> さあ、そして、はい、この後、コスタリカ戦、スペイン戦と行われますけれども。はい、こちらでございます。日本対スペインの日、劇的なことが起きます。<ー>何が起きるのか。はい、まず、十一月三十日。うん 秋ですあったかいです、うん、カレンダーめくります12月1日冬になるんですよ<ー>つまり劇的に30日が秋で1日で冬になる、えー、しかもねこれすごいのが突然冬がやってくるんだけど、はい、すごく寒くなる、はい、ずっと寒くなる、はい、ということなんではっきり季節が分かれる 12月1日から冬になるといういそういうことなんですよね12月なった途端も,もう一気に冬になるだから皆さんたあの冬自宅大丈夫かな<う>タイヤ交換率ななんんんででですすが去年よよりも進んでないんですよね会津<う>はまだ5割の方がまだタイヤ交換してない<う>中通りでは4割しかしてないから<う>早めにしてくださいって言いたいところなんだけど<う>タイヤショップもすごく混んでるみたいで。 これは会津若松店ですが正午時点で来店すると作業開始、昨日ですよ正午で来店して、えー、入,れ入れるとタイヤ入れると夜の7時頃までかかるっていうものすごい待ち時間すごい待ち時間なんで<ー>だから、ね、週末までにしていただきたいんですけれども、えー、ぜひ皆さんちょっと、ね、ガソリンスタンドとか問い合わせたりタイヤショップ問い合わせして行っていただきたいという,う,、ね、ふうに思います。